1977年の創業以来、綺麗な街づくりに取り組む SCS 株式会社。現在では廃棄物の回収から資源のリサイクル、下水道、貯水槽の清掃など幅広く地域環境の美化に取り組んでいます。廃棄物の回収は家庭ごみの回収だけではなく、会社や工場、商店などの事業活動によって発生するごみの回収も行っています。また SCS ではごみの再資源化にも積極的に取り組んでいます。事業所から回収した飲料系空き容器のすべてをリサイクル、自社の中間処理施設で分別した容器が再生工場に運ばれています。また段ボールは腰問屋に搬入、その後製紙会社に送られリサイクルされています。 SCS の仕事は廃棄物の処理だけではありません。工場や飲食店などから出る排水が直接下水に流れ込むのを防ぐグリストラップの清掃も大切な仕事の一つです。次の世代の子どもたちが気持ちよく暮らせる街づくりに貢献できていると思うとやりがいを感じます。その他、貯水槽や下水道、浄化槽の清掃など私たちの生活に欠かせない水回りの維持管理を行っています。 SCS では社員を大切に楽しい職場づくりを目指しています。これからもきれいな街づくりを作る企業でありたい、そう考えています。今までも、そしてこれからもきれいな街づくりを目指し、社員一丸となって取り組んでいきます。